どうも、至極片岡です。今回は前の動画もそうなんですけど、前の動画からの、続きものとして、武蔵野美術大学の、卒業展示に行ってきたので、それの模様を、お送りします。ちょっと動画のボリュームがすごくて、ちょっと40分超えになっちゃってたんですけど、ちょっとそれを正直40分超えの動画って見ないじゃないですか、なかなか YouTube で。でもまあこう卒業展示でもう発表されていた作品、僕が見てきたものはやっぱりちょっとアップしたいなって思うので、ちょっと動画の速度を上げてます。普通の時の流れで見ちゃうとすごい長い動画になっちゃうんで、もし気になった作品があったら一時停止とかしていただけたらなと思います。なのでちょっと動画のスピードが、過去のものとはちょっと違うと思うんですけども、よかったら見ていってください。よろしくお願いします。で、歩いてるとですね、風が強い日っていうのが、もうこれを見ていただくと分かると思うんですけど、倒れそうになって倒れないっていうね、風の視覚化っていうんですか。風って見えないですけど、こういうので見えるようになるっていう。あとここがなんか疲れ、この撮影時に疲れてる僕にはなんかこうセーブポイントみたいな感じに見えましたね。ゲームでいうとあれはもうセーブポイントですね。不気味ですよね。不気味、怖いなーっていう感じと同時に、好きなことやってんなっていうね、やりたい好きなことやってんなーっていうのがすごい感じましたね。ここの部屋もそうですけど、でこの作品の色使い、色使いだけじゃなくてこの感じっていうんですかね、すごい好きでしたね僕は。この色合いっていうのなんかね、言葉にどう言えばいいか分かんないですけど、絵画のああいうこういうね、いろんなブースがありましたけど、すごい印象深い作品でした。僕の
だいぶ記憶に残ってますね。なんかもうこの作品もね、人感がすごいですね。うん、なんかあの人をそこにいるかのようにする場合って、なんか骨格とかが人間に近いっていうのはもちろんそうなんですけど、ああいう生活感っていうのを出されると、本当にこの無機質なマネキンとかにすごい生活感をプラスさせられると、本当に、ね、そこに人がいるようで、もう不気味でしたね。これはね、怖い目をしてますね。これは危険ですね。ここなんですけど、まあ、ジョジョ立ちしてますね。いや、面白いんですよ、これ。なんか作者の方に聞いたら、なんか、習字紙だったかな、なんかまあそういう紙で作ってるらしくて、まあ、それをペタペタくっつけてるんですけど、あの中が空洞らしいんですよね。だから、すごい軽いみたいな。と言ってまして、この、 あの紙でこう一つ一つ作ってるから、あの一枚一枚のこのくっつけた後のこのシワとかが、あの筆で描いたみたいな、絵の世界から出てきたみたいな感じになってて、この街灯とかも、もうね、なんか 2D が飛び出てきてるよみたいなね、面白さがありました。なんかあの私物か作品なのか、どっちなんだろうっていう。で、あの、ね、触れるなみたいなマークがあったので、あの、あ、これは作品なんだって。本当にね、あの作品と作品じゃないものの境界線はどうすかみたいな、そんな、なんか問われてる感じの思いがしましたね。
いやこれもねすごい綺麗ですよね。なんかガラスで作ってるみたいなんですけど、まあ、ありきたりなことなんですけどね、もうガラス知ってるガラスじゃないですね。すごいなと思いました、本当に。というわけでですね、2022年の武蔵野美術大学、今年の、卒業展示の、模様は、以上になります。僕が見てきたものは以上になりますね。で、まあ、帰ろうと思ってちょっと歩いてたら、ファッションショーがね、行われていました。まあこのね、楽器を持ったらもう、ね、こういうなんかビジュアル系バンドとかいそうですもんね。なんかね、黒魔術とか使いそうですけど、ね、非常にね、かっこいいですね。じゃあこの映像とともに、今年の、卒展以上になります。では皆さんありがとうございました。3本の動画でした。それでは失礼します。